はい、ではでは行こうかなと思います。というわけでですね、今日もやってまいりましたユースケリムの時間でございます。はい、ではではですね、ぼちぼちこう始めていこうかなと思います。はい、明日入学式なんで課題しながら聞いてます。おー、おめでとうございます。ではではよいしょ、あー鼻が、池内祐介でございます。自己紹介からさせていただこうと思います。関西を中心に様々なところで活動させていただいているシンガーソングライターでございます。今年はね、最先のいいスタートを切らせていただきまして、奈良テレビ3主催ですね、橿原市のね、奈良県橿原市の成人式で歌わせていただいたりですね、そういういろんなところで、活動させていただいております。一個しか言ってないのにいろんなところでとかあれですけど、はい、まあ本当ね、あなたの街に歌いに行きますということでですね、25,000円、まあ現在ですけど25,000円プラス交通費ということで、全国各地でもうあなたが一人であっても歌いに行っちゃうぜみたいなね、感じのことをさせていただいたりですね、まあ本当にね、ライブハウスでですね、あ、そうそう、4月の14日、日曜日、大阪の東心斎橋でですね、ライブをさせていただきます。ライブですね、まだ歌ってもないのにライブ告知しちゃったよって感じですけど、はい、そんな感じでね、まあいろんなところでいろんなことやっております。シンガーソングライターとしてね、作った曲は500曲以上、2010年10月20日にですね、虹色の橋というですね、CD、 これですね、こんな感じの CD を出したりですね、今日も僕は歯車を回し続けるっていう DVD を出したりとかですね、今日も僕は生きるタオルというね、今日も僕は生きるって僕毎朝叫んでるんですけど、ツイッターとかでね、今日も僕は生きるタオル、これちょっと近すぎて見えないかもしれないですけどね、はい、今日も僕は生きるって書いてあるこういうタオルとかですね、を販売したりとか、まあそんな感じでね、やっております。はい、それらのね、グッズ、その他もろもろ、ホームページにね、いろいろ書いてありますので、ぜひぜひ池内祐介で検索して、ホームページを見ていただけたらなと思います。はい、ではこの番組自体のね、紹介をいきたいと思います。この番組は太陽のシンガーソングライターとして歌っている池内祐介がギター一本弾き語りでジャカジャカ歌っちゃったり語り出しちゃったりするよっていう番組でございます。池内祐介のユーストリーム、題してユースケリーム、イエイ。はい、人生いろいろあるけれど今日も僕は生きると叫ぼうぜ。池内祐介の生弾き語り番組、ユースケリーム、イエイ。というわけで、短い間ですけれどもお付き合いくださいませ。お、リリンさん、こんばんは、ありがとう。
てきた冬の日に君は僕に言ったね。ずっと一緒にいらないね。離れてゆくことばかり桜でした。ありがとう。桜はちょっと変わったバージョンでした。はい、よいしょ。いやー、やばい。鼻水の量が今日は半端じゃない。ちょっとやばいですね。洪水ですね。パンデミックですね。いや、単純にパンデミックっていう言葉を使ってみたかっただけなんですけど。お、マミさんが2人っていう話になってますね。マミさん、マミマミさん、こんばんは、ありがとう。久しぶりに来れたってね。遅刻暑いって。ほんま暑いですね、今日は。ああ、たまらない。お、ナモルさん、こんばんは、入れるかなって入れてます。嫌いだった僕で意地がないな。
初めて知る。ありがとう、ランでした。ありがとう。ハルブルースさん、お邪魔します。いやー、ありがとうございます。ようこそいらっしゃいました。うん、池内ちゃんがすぐいなくなるんだけど、どうなんかな。それはこっちのパソコンのせいなのか、はたまたユースケリムのせいなのか、どうなんでしょうね。これはまた調子がね、いい時と悪い時の差が激しいですよね。ユースケリムというのは、ユースケリムというかユーストリームはね、本当にね、いや、安定してね、安定供給したいんですけどね、こうユースケ力の、電力ならぬユースケ力の安定供給をねしたいんですけど、なんかね、なかなかうまくいくときといけないときがありますね。よいしょ。なんかね、こう人が孤独に生きているっていうことをね、こう表現したくてですね、でも孤独だけど孤独じゃないみたいなね、そんなところをですね、表現したくてですね、
作った歌がございます。春です、はじめまして。って ありがとうございます。窓、世界には数えきれない無数の窓が浮いていて、どこから見るのかによって見え方がまるきり違う。それぞれが交わることはない、だけど僕らは声をかけ合う。外からは何が見える？夕焼け月明かり分かち合える。一人で生まれて一人で生き一人で死んでく。固定された窓の景色、地面しか見えないものもある。空を向いて開く窓に嫉妬を覚えることもある。だけど閉ざされきってなどない。僕らは声をかけ合える。青い芝流れる雲も伝え合える。名前を呼び合う。寂しさを内に秘めてそこにいるの、ここにいるよ。確かめ合える、確かめ合える、確かめ合える。ありがとう、窓でした。一曲目ね、桜っていう歌を歌いました。桜はね、本当にもう何年もね、もう下手したら9年近くですね、歌い続けてきてる歌になるんですけども、2000、このね、インターネットに咲く花っていう歌がですね、先週あたりできまして、このね、インターネットに咲く花っていうのが、まあ、2013年版桜、僕的なね、僕的な2013年版桜みたいなね、感じなんですよね。なんかこう、今年僕が桜をテーマに歌を作るとどうなるかみたいな感じでね、作った歌だなって、後でできてからね、気づいたんですよね。このインターネットに咲く花っていう歌が。はい、どんなもんなのかっていうのね。お、ゆりさん、窓。こんばんは、ありがとう。そう、そうなんです。というわけでね、先週はですね、なぜかうまいことね、インターネットに咲く花アルファをね、歌ったんですけど、今日はインターネットに咲く花リターンズをね、歌おうかなと思います。はい。まあ、先ほど練習してて、ちゃんとできたんで、多分できるんじゃないかなと思います。どうしようかな。まあ、こんな感じで歌おうかな。
ではでは、インターネットに咲く花聞いてください。人の心が見えないと悲しい顔してまた嘆く、もう誰の顔も見たくないと部屋に閉じこもりパソコン開く、何気なくつけたテレビ鼻に出て溢れる人、左手にブルーシート右手で携帯を鼻に向ける、インターネットに咲く花は人の心が咲かす花、色鮮やかなその写真は訳す心がそこにあると音も立てずに語って、その心はどこにあるの、頭の中胸のところ手を当ててみてもわからずに、寂しいと一言書き込んでみた、どうしたの、何かあったの、何もないよ、ただなんとなく光に照らされる瞳からぼろっと人間の証、インターネットに綴る言葉は人の心が綴る言葉、空気震わせずに訴える、あなたの心のその位置を指をささずに示して、いる。綺麗だった、美味しかった、楽しかった、ああ感情が動いたその足跡が画面を次々彩ってゆく、インターネット埋める花は人の心が生んだ花、甘い香りはないけれど大事な人に見せたいと揺れる心が映っている。映って
て、咲く花でした。ありがとう。お、コスモスさんこんばんは。池内さん、いきなり先週までの冬っぽい格好から一気に半袖の軽装にですね。いやー、あまりにも今日暑くてですね、もうバーって脱いでしまいましたね、いろんなものを。いや、本当にね、暑かったですね。今日ですね、本当にね、まあ、いろいろとね、まあ、池内祐介、個人のね、作ったですね、PV というか、池内祐介思いつきで作った、思いつき企画でね、作った PV というのをですね、撮っておりまして、本当ね、もうあっちこっち回ってね、桜の咲いてて、建物が映らなくて、こういい感じの人もあんまり人通りも少なくてみたいなところでもあっちこっち回ってですね、そこですね、ちょっとずつちょっとずつね、撮影をね、しておりました。ほんとね、ええ感じにね、出来上がるんじゃないかなっていうね、素材だけはたくさん撮りましたんで、そこからですね、いい PV をね、作ろうと思っております。楽しみにしておいてください。まあ、PV と言っていいのかちょっとわからないですけどね、 PV というか動画ですね、池内祐介プロデュースのね、動画を、考えております。楽しみにしておいてください。死んだ方がいいんじゃないか、自分の価値を見失った、いない方がいいんじゃないか、自分なんか必要ないんじゃないか、僕を責める責める、その言葉も小さな「風が心地よすぎる」
でも触れなかったら何かが弾け自己パートに心を悲しみに浮かんだことはどうして死ねなかったんだよ生きてるのが懐かしかった。それでも風が心地よすぎ風でした。ありがとう。いや、このイントロだけでわかるのかな。わかる人いるのかな。よかった。それはこっちのセリフ。
ろよって手を振って部屋を後にした。その手には空のバッグ、ありがとうリンゴでした。イエイ。ケウちゃん髪の切りましたかっていうことで、そうなんです、実はね2日前に、髪の毛ね、後ろ髪がねちょっと長いなこれはと思ってですね、切ってみました。いかがでございましょうかね。あんまり変わってないですかね。まああんまり劇的に変えないつもりでね、前髪はあの僕が自分でやってこう揃っちゃったんで、それをですねあの不揃いにして、かつ後ろをちょっと長すぎなんで前を切らない状態でちょっとね後ろを切ってくださいみたいな感じでね、言ってみました。どうでございましょうか。今日はどうもよく映像が止まるなーっていうことでね、ほんとね、いやー止まる人と止まらない人がいるんですかね。なんでしょうね本当に。ではこれをこの歌を、かけられていた呪いを呪った、閉じて詰まったこの国の上、目隠しされた僕らはアリだ、石ころ一つ蹴っ飛ばした、何も変えられない、自分を呪った、毎日金の枚数数え、あれよあれよと今日も終わる、できることは決められたその日に、髪切れを出すだけ、誰もが悪くて誰もが悪くない、そんなシステムの死ぬ音ばかり響く道端に落ちている、僕らは石ころじゃない、黙らなくていい声出せばいい、拳突き上げりゃいい、無視されたら怒れないが、白にされたらわめけで、僕らは石ころじゃない、石ころなんかじゃないから、この一つ蹴っ飛ばした、変わらない何か変えたかったから、でかすぎる魚が口を開けてる、飲み込まれるの待つだけでいいのか、石ころ一つ蹴っ飛ばした、そいつが自分の姿に見えた。
動きもせずにじっとしてれば人のせいにできると思ってんのか。できることは本当にないのか。大切な人をちゃんと守れるのか。他人の命を手とも思ってないくに、そんな大人の影ばかりうごめいてる。に落ちている僕らは石ころじゃない。黙らなくていいと減らせばいい。拳突き上げりゃいい。無視されたら怒れないが、白にされたらわめけ。だって僕らは石ころじゃない。石ころなんかじゃないから。だって僕らは石ころじゃない。だって僕らは石ころじゃない。石ころなんかじゃないから。石ころなんかじゃないでした。よいしょ。あ、ごめんよ。鼻がね、鼻が出るよ。よいしょ。あ、いや、本当ね、石ころもね、本当に何やろうね。歌い続けていきたいなーって思う曲の一つですね。よいしょ。次に歌う曲は、チェンジという歌です。最近ね、どうも自分でもね、ツイッターでのつぶやきが少ないなーとね、自分でも思うんですけど、なんていうんかね、僕はまだちょっともう一つね、大きくなろうとしているというか、変わろうとしているなーってね、思うんですよね。ほんとね、だからそっちにね、かなりエネルギー使ってるなーって、まあ僕を自分を客観的に見たときね、思うんですよね。結構ね、僕、つぶやきをするときね、結構、いろいろ考えたりね、しながらつぶやくんですけど、ご飯食べるっていうつぶやきとかもですね、昼ご飯ね、きゅうり美味しいみたいなね。つぶやきも実は何も考えてないわけじゃなくて、きゅうりが何やろ、きゅうりが美味しいキャラじゃないけど、きゅうりが好きキャラじゃないけどね、なんかこうそういう風なね、のを確立してはどうだろうかとかねそんなことね考えながらね、はい、つぶやいたりしてるんですよ。一見何気なく見えてもね、もうほんまね、これつまらんなって思いながら、まあいいかと思いながら、つぶやきとかもあったりとかしてね。でもね、なんかこう、そういうのね、今、ちょっとね、考える体力がないなと思って。だからちょっと自分でつぶやきが少なくなってんだなって思うんですよね。でもね、それはね、悪いことじゃなくて、本当に、なんかね、こう自分の中でいろいろ考えてるんですよね。今本当にいろいろ考えてて、こうまたね、一肌脱ぐという言い方は変ですけども、何でしょうね、なんて言うんですかね、もう一段階大きくなってですね、羽化しようかと、思っています。もうちょっとでね、スポーンとね、さなぎから蝶にね自分で言うのも変ですけど、なれるんじゃないかなって思ってるんで、もうしばらく見守っていただけたらなと思います。チェンジ聞いてください。
って欲しいものは変わらないのに、変わって欲しくないものはどんどん変わってゆくね。老いた両親さらちになってる住んでた家、前から後ろ通り過ぎてくあいつらの顔、思い通りにならなくてまた顔を伏せたけど、ずっと空が赤いままならばその価値は下がるだろう。笑ったあの頃、泣いたあの時、置き去りにして僕らは洪水のような時の流れに押し流されるしかないけど、喜びを見つけて行くことだけ許されたら、むしろ迎え入れたい。本気で笑った、本気で泣いた、その中にきっと何かがある。振り返るなら抱きしめてやれ。汚く見えたそれは美しい幸せを拾って言うことだけはできる。時置き去りにして僕らは洪水のような時の流れに押し流されるしかないけど、喜びを見つけて行くことだけはできる。幸せを拾って行くことだけはできる。Thank you. ではね、本当にね。ユースケ M 聞いてくださってありがとう。この曲を、歌おうと思います。聞いてください。聞いてくださいっていうか、むしろ一緒に歌ってください。わけもわからないまま生み出されて、気がつけば地面に立てと言われてた。生まれて長なくても普通わかった。これから幾度も波に飲み込まれるんだと、壁が立ち塞がる。アスファルト割れてる。土砂降りの日が昇る。その全てが重なることがある。今日も僕は生きる、今日も僕は生きる、生きて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 やる。
なんで幸せは違うの。戦争で笑う人も自殺する、金持ち一体何を追いかけたな僕ら。幸せと言えるだろう、今日も僕は生きる、今日も僕は生きる、生きて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 やる、今日も僕は生きる、今日も僕は生きる、希望を絶たれて立ち尽くしたままでさえ。ソーシャルストリーム欄でね、今日も僕は生きるタオルを振り回そうって言ってますけどね、今日も僕は生きるタオル、こんな感じですね。こんな感じでございます。まだ手に入れてない方はですね、ぜひぜひホームページ見てみてください。よいしょ、生きて生きて生きてやるって、ありがとう、ずたずたにしても今日も僕は生きるって、いやー本当ね、ありがとう。もう1時間経ったんですね、10時になりました。10時になってしまいましたので、次の曲でね、最後の曲になります。聴いてください。ほんとね、あっという間あっという間ですね。いつものことですけども、ありがとう。ほんとにね、遊びに来てくれてありがとう。僕は歌ってる時は本当に幸せです。本当に実のところね、なんかいろいろね、ホームページいじくったりね、ホームページっていうか、あのページいじくったりね、まあ、メルマガ書いたりもそうですし、動画の編集もそうですけど、なんかね、ここ1週間ギター触ってなかったんですよね、あんまり。なんか体調を崩れてね、崩れてっていうか、もう心の体調が崩れてね、この体調って言うのかどうかわからないですけど、ほんと なんかね、もうギター弾きてーってなってたんですよ ね。本当にみんなの前で歌えて幸せです。ありがとう。
今から行くよと数分後に返事が来る準備しとくねって着いたとメールを打つなかなか返事が来ない電話をかけてみるなぜか繋がらない何かあったのかな大丈夫かな君は罰の悪そうな顔で車の窓を叩く僕の唇に触れた君が柔らかいって言いながら笑うから怒ってても許してしまう本当ずるいなその魔法の指輪繋ごうとするするりと逃げる君人前じゃ絶対嫌口を尖らせるみんな知ってるじゃないかなんでダメなんだよ後で二人だけになってからいたずらっぽく君は言う僕の唇に触れてくれよ早く二人きりになろうよそんな気持ちどこ吹く風で笑っているまたいつものように唇に触れてくれよ指一本で幸せをくれる君落ち込んでる時も悩んでる時も笑えるからその魔法の指でその魔法の指ありがとうございました。池中介のユースケリムでした。また来週お会いしましょう。関西のファンの方はぜひですね、4月14日、ライブでお待ちしております。詳しくはねホームページの方まで。あとですねメルマガ登録してない方はぜひですね、無料でガンガン曲がもらえたりしちゃいますので、ぜひぜひ登録してくださいませ。フリクルスペース池内でね検索していただけましたら、メルマガ登録することができます。完全におすすめなのでぜひぜひ。いや本当ありがとうございました。
金曜21時はユースケリーム。ありがとうございました。またお会いしましょう。ありがとうございました。今週もありがとう、来週もありがとう、多分ありがとう、お待ちしております。